はい、回転です。アンチャーテッド、海賊王と最後の秘宝、続きをやっていきたいと思います。はい。前回ね、この、館にね、着いたっていうことで、ここからね、泥棒しようということですね。はい。お兄ちゃんとね、劇的な再会をしまして、それで、泥棒をね、していくと。いうところで、はい、早速ね、行きたいと思います。はい。はい、で、どうすんのっていうところでね、すごい綺麗なね、景色ですけど、こっちからね、多分なんか、行くっていう感じになってるみたいだな、これ。うん。信じられないな。脱獄してお前といる。しかもイタリアに。ああ、マジでな。もっとのんびりできるんならいいんだけどな。まあな。ここの景色はなかなかのもんだぜ。え？うえ？ああ、そっから登る。前にも来なんたでこそとこがある。登るの？ああ、まあね。ああ、3回。ちょっとした仕事でさ。サリバンとか？ああ、そうだ。そうか。どうした？こっち行くんじゃないの？まあ、よいしょ。うわ、裏手に回ってきた。うわ、いいね、これね。港町だ。さあ、どっから。こっからじゃ橋に上がれないな。うん。まあ、どうすんの？え？どうすんの？あ、なんかロープあるね。あれか。ああ、違う違う。何やってんの？操作がね、いろんなゲームやってると分かんなくなっちゃうんだよ。お、下に L3。 針が見えるな。うん。ロープ届くか。あれだよ、それだよな。見てろ。ほら、どうした？ほら。あれ？あれ？ミスった。ほら、ね？2回目なら、まあまあだな。で、どこ行くっていうの？じゃあ行くぞ。まだ目的地がわかんないけど。嘘だろ、おい！みたいな。いや、だからどこにさ、手をかければいいんだかわかんないんだって。どこ？こっちだよな、多分な。ほら、今の見た？ああ、まるでプロだね。お次どうぞ。こっちなら行けるけど。 うおーみたいな。いや、でもこれ以上、やっぱそっち行くよね。よし、次はどこだ？これ上上がれね。あ、いや、こっからじゃいけないから、もうちょっと下だな。違う。 いやいや、違うんだよ。で、分かりづれえんだっつの。下でしょ。おい。おい。今の見た？ああ、まるでプロだね。お次どうぞ。こういうことだよ。うお。いや、こっからだったらもうちょっとこっち行けるからね。よし、次はどこだ？こっからがわかんないね。こっからどうすんの？え？あ。なあ。あの針使えるんじゃないか？ああ、いけるね。そうだな。もうこっからいける？場所を変わろう。俺を乗り越えろ。捕まっとく。よし。うわー、すげえな。ずっと乗ってたら落ちちゃうかな、これ。よし、行くぞ。うわ、すげえな、お 一発だ。はいはい、自慢すんなって。いいぞ、ほう。
来い姉さん、そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。そっから下ってどういうことよ。マジかお前。場所を変わろう。俺を乗り越えろ。捕まっとく。よし。よし、行くぞ。一発だ。はいはい、自慢すんなって。いいぞ、来い姉さん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。Ma te, per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. C'è tutto nel mic, hai tenuto. Yoshi, go. Oi, oi, ma non mi dà qua? Sta panoxone, sgoi, sgoi, sgoi.見てなかった全然。じゃあ丸腰、計画通りにやれば銃なんかいらない。じゃあそうだよね、別に撃ちまくってこうあれするわけじゃないもん。潜入するわけでしょ。いやこれそんな風に歩いてて大丈夫？当たり前のことが恋しくなる。ん？例えば？新鮮なシトラスの香りとか。バイクに乗るとか。くだらないけど、どこ行けばいいの？そんでこの建物、これここし、ここだよね多分ね。お、地下室とか地下、そっち、こっちじゃなさそうだな。地下っぽい、地下だよね。こんなとこに行けそうだ。どこに、どこに行くって。うわ、うわ、どこ行くの、あっち。ダメだよね。違う、あまりにも今のダメだよ、ね、これちょっと、ん？よいしょ。どこまで降りれるっていうと、ここで止まっちゃう。なのでこうやって走って、はい、おお、降りてこい。危ねえ。着地ってこんなに痛かったっけ。ええ、年ってやつだ。15年経ってるのよね。お前の冒険の話、
あの刑務所から写真ぐらいないのか、うん、ないんだよ。エレナが撮影したけどカメラが壊れて、もったいない。でも絵なら描いた。家に帰ったら見せるよ。お前が絵だって？冷蔵庫にでも貼ってんのか。おい、結構出来いいんだぞ。楽しみ。なんだこれ、塞がってるじゃないか。どっか登れんだ。登る。あっ何時してんの。あれ、ちょっと待って、なんで、ま、あこれか。写真ぐらいないのか。ちょっと戻ったのか。ないんだよ。エレナが撮影したけどカメラが壊れて、もったいない。でも絵なら描いた。家に帰ったら見せるよ。あそこになんか引っかかんのがある。冷蔵庫にでも貼ってんのか。おい、結構出来いいんだぞ。楽しみ。こっからじゃ無理そうだ。うん、さあ、あれじゃないの、あのそこにポールあるけどね。さあ、どっか登れるとこあるか。なんかここら辺怪しくね。うんね、はい、ここはありでしょう。こうか、こうか。違う、こう。よし、おお。はあ、おった。こりゃ安全そうだ。どう見ても不安定って感じだ。くそ。うわ、大丈夫か。運転みたいな。なんとかね。大丈夫じゃねえよ。うわ、えっ、よいしょ。さあ、どこ行けって。えっ、こっからが分かんねえな。どこよ、こっから。最後にミスったらかっこ悪いな。どこにある。あ、そこか。俺はミスらない。大丈夫か？なんかミスるフラグじゃねえかそれ。わあ。なんで掴みに行かないの？よいしょ。危ない。そんなものに命をかけたくないな、そんな。ああ。姉さん。姉さん。何？うん。そっか。もっとさ、海に落とせばいいんじゃん。大丈夫？うん。うん？上着どこに隠してる？着飾った悪党みたい。行こう。よし、先に行け。やっぱ単発の方がすっきりしててね、いいっすよね。サリー？ん？サリー？ガロツキどものパーティーってのはたまんないね。なんで？どこだってハマキを据えちゃうんだぞ。久しぶり。元気にしてたか。え、なんでサリーに会えちゃう？一回った兄貴。サリーは、これはたまげたね。15年か。ああ。無事でよかった、うん、それじゃあ十字架をいただいてサムを救おうぜ。うん、それがちょっとな。ん、何、どうしたんだ。来い、見りゃわかる。
中入れた。あれだ。お、今まさに整理が。あの十字架は何だ。ついさっき保管庫からじゃ何頭でもし順番を変えやがった。順番変えやがった。大金でも積んだんだろう。入札まであとどれくらいある。10分か15分ってとこだ。どうやって盗むんだあんなもの。無理だろ。こんだけ人がいるとこでやったらすぐに落ちる。まあな、けど気をそらしゃいいんだろ。ああ。例えば火事とか。パッと浮かばないけど。なんとかなるさ。十字架に近づくの見られてもしてみろ。見られなかったら。なあ、無所にいた時のことを思い出せ。悪さをするときは決まって。暗くなる。消灯時間。そっか。でも電源室なんてどこにあるんだ。通気口に電気。ここだな。それじゃあこれで電気を消して。堂々と盗む。非常用電源はどうすんだ。ってことはほんの数秒間しかないってことか。十字架のすぐそばで待ってなきゃ無理だろうな。なるほど。怪しすぎてすぐ捕まっちゃうんじゃないの。スクザーティスニョレ。アンティパスティ。いいよ。よ、元気？チャオ。チャオ。おい、イタリアン。聞い取られすぎで。あ、ウェイターになりすます。いや、いいね。うん。どこでも歩いてても怪しまれないと。よし。俺が電源室で電気を消す。俺はウェイター。盗みはプロだろ。サリーはホールで十字架を見張ってて、何かあったら頼むぜな。よし、来た。いいか。なるほど、3人いれば連携取れる。ほんじゃ、お前ら。なるほど、張り切っていくぞ。面白いね。じゃあ俺は電源室どこにあるって全然聞いてなかったけど、俺はどこ行けばいいのこれ。なんかサリーについてきちゃってるけど、違うような気がしてなんだけど、電源室どこだ。会場に。なんかいろいろ。これか、木製十字架2万ユーロ。ニコラス・ロット教。さあどこに。うん、まあ一本道ですからね、行けるところが多分目的地なんでしょうっていうね。クロークなんか着てもしょうがないしね。ワインセラーのドアだ。行こう。サリーについてけばいいんだな。悪いね。すげえ金持ちが集まってる。あ、そこか。よしやるか。開かねえよ。おい、さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。ん？そりゃそう。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。スッと抜くでね。ん？何？うん、さすが。まだ何
何もしてないって。知ってる。できてんのかどうかわかんない。どうやってやるのかね。あ、バーがちょっと、くそで、やり方がわかん、今のはほら、ウォームアップだって。やばいです。どこ行っちゃった？あれ、さっきのおっさんが、いや、サムすらどこに行ったんだか分かんなくなっちゃった。どこに行った？ここか。やっと手に入れたよ。行くぞ。どんなもんだいみたいな。よし、サリー行くぞ。感動しちゃったよ。オーケー。ほんじゃ本番行くぞ。これつけてけよ。最高。インカムか。よくそんな持ってんな。さすがだな。頑張れよ。サリーもな。面白い。まあ金持ってそうに見えるわよなこいつ。ハマキなんか吸っちゃって。手を挙げて。あららららはい、ビクター。ナディンちゃん。会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。うん、道が一番って気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはな。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。知り合いの人と会えて少しホッとした。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネイト、聞いてたか？聞いてたよ。お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディンロスと来たもんだ。ナディンロスですとか、あの傭兵会社のリーダー。傭兵会社なんだっけ。しょうがないんだ。それだ、サリー。揉めてたよな。なんで脱いちゃうの？着てた方がいいんじゃない？スーツ。じゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。電気室行く。2人で行くの？うん。厨房から1人おびき出すのは。じゃあ厨房に行ってみるか。すげえな、これ一体何人分の食料だよ。これは何、個人宅なの？何なのここ。やっ、いや、銃を持ったやつらばっかだ。怪しいやつらだね。
こりゃどういうこった。見取り図には載ってなかった。うわ。開かない、ダメだな。お金手を考えよう。鍵がかかってるって。確認は大事だろ。それで。まあ開かない。ほら。通気効果。ん？あ、ここ。うまいぞ。あそこに通気口があるな。姉さん、ちょっとこれ見ろ。それじゃあ、ふわ、電気つけるぞ。タルがいっぱい。だけ、ここは電気が、懐中電灯、それもあり。タバコ吸うやつがいると何かと便利だな。体力くれな。匂いだけでちょっといい気分になってきたぜ。運転はサリーだな。樽の裏から入れるとか。ヴィンテージワインだらけだな。これならアルカサルも満足してくれっかも。それはありえないだろうな。なあおい、サリバンはナディーンと話してて大丈夫なのか。あいつのことがやばい。怪しいね。サリーなら死んでない。パズルだ。口だけは達者だからな。違う、行けるか。こっちだ。ほら、通気口、出られるな。じゃ、あそこまで登るか。登る、登るね。全然平気、手伝わなくてもいいぞ。俺はライター役だ。ライターね。オーケー、登るぞ。やったね。思ってたより狭いな。ほこりっぽい。ウェイターだ。俺にぴったりのサイズだ。このパルキノインクラロバスルナゾ。ウェイターならやばい。ああ、シャクトルで。うわ、くれ。そっちがし。うわぁ。どれ、やぶるしっこ、こらのいだ。新鮮な空気を吸えるぜ。